トニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしを共にというコンセプトから番組をスタートしています。 MC はトニーとミキサーのマナミンさん2人で始めていきます。はい、今回は収録放送となっておりますが、収録の様子はツイキャスや YouTube アーカイブでお楽しみいただけます。リアルタイムはご家庭のラジオ、車のラジオ、スマートフォンアプリ、リッスンラジオにてお楽しみいただけます。メッセージやリクエストは、公式インスタの箱庭アンダーバー527か、もしくは FM ギノワのメールアドレス、797@fmginowa.com にて、件名箱庭と添えてメッセージをお願いします。ご自身のお好きな場所で、食べ物と飲み物を楽しみながら約25分間お付き合いください。はい、なんか久々の、はい、久々の一人だから。はい、ゲストがね、最近よく来てましたよね。そうですね。まさか先週まで来ると思わなかった。あれも急遽でしたね。そうですね。そう、はい。そうなんですよ。で、本当に話題を考えてなくて。はい、ということで、まあもちろん私が今 ISD 個性心理学のインストラクターとしてイベントに出ながら活動してるんですけど、その ISD の話をね、そろそろそうですね、ちゃんとね、していこうかなと思います。はい、そう、なんかよくイベントとかに出てるとやっぱりその相性見れますかって言われるんですけど、んなんか私しょっちゅう言うんですけど、相性をこのまあ ISD 個性心理学自体が溶接なので、なんて言うんだろう、合う合わないじゃなくて、こういう関係だったら大丈夫っていうのがなんか大まかに見れたりするんですけど、そのなんか結果を受けて、その仮にじゃあ合わん、まあほとんその他のせじなんて言うんですか、あの占いっていうか手相とかそういうので、うん、もしその合わないって言われた時に、うん、その人と離れられるかどうかっていうのが、うん、そう、そこまで責任取れないから、あん、まあ、そうなんか私はあんまりそういうとこを言いたくないっていうのが本音で、そうそうそう、なんか正反対の例えば個性を持ってて、あ、そう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 、なんかやりようによっては、そう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 、そうそう、この反対の強みを持ってるからこそ、この二人が合わさったら、要は、なんていうんですか、補えるからっていう、その、全然、そういう関係性でもあり、ありっちゃありだし、そう、でも、そう聞くってことは、その中で、その聞いた人の中で、やっぱりその、相手の中に何か違和感を覚えてるっていうのがあるはずだから、その違和感になんか寄り添えるかどうかっていうのがあると思うんですよね。そう。だから、あ、なんか相性合いますかって毎回なんか聞かれるんですけど、どうしよう皆さん気になるところはそこみたいな。そう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 。でもなんかやっぱり人間っていうか、その人って、うん、あの、唯一無二の個性を持ってるから、うん、ね、なんていうのかな。うん、個性を持ってるからこそ、だから自分と違うと、やっぱその、そこに違和感があるんですよ。うん、で、なんか、どうしても、その人の、なんだろう、合わないっていう時って、大体なんかみんな、なんか似たような個性が揃ってて、うん、なんか自分が違うから、なんか、あ、自分って、だからその、なんていうかな、周りがペンギンだらけで自分が鶏だったみたいな、うん、ってなると、あ、なんか泳げないから、なんか、なんだろう、自分がちょっとその孤独に感じるみたいな、っていうのがあって、うん、そうそう。だから、そういう時って、もう、なんか離れるのが一番なのかなって思って、うん、そう。その環境に合ったところに行くっていうのが一番っていう。だからこの恋人の相性からいきなりぶっ飛んだんですけど、その、人となんか違うなって思ったら、うん、もう自分から動くしかないっていう。そう、結果に最近至って、はい、そうそう、自分から動く、そう、自分からその場所を変えるっていう、なんかよく ISD のこの受けてくださるお客さんの中で相手を変えようとする人が多いんですよ。あ、そう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 、なんか
うちの旦那がとか、なんかうちの子がこんなこんなだから、個性見て変えてみようと思いますって思うけど、でも、そうそうそう、ね、相手を変えようとしても、その、相手も相手の個性があるから、変わらないんですよ、うん。そう、まあ、いい子ちゃんだったら変わるかもしれないけど、けどその場合でも相手の個性を踏み潰す可能性もあるので、うん、それだったら本末転倒になっちゃうかなと思って。うん、そう。なので。その個性が生きる場所を探す。あ、そうです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 。なんか、それが一番、うん、なんか、ベストなのかなと思って。ああ。そうそうそう。ねえ、でも、言われてみたらそうですよね。そう。なんか、自分が変わらなきゃ、なんて言うんですかね、その、まあ、要は個性を変えるとか、あと、まあ、さっき言ってたみたいに、相手を変えなきゃとか、変えそう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 、みたいなところじゃなくて、そう、なんか、で、私が結局、その、うん、何だったかな。多分、社会人1年目の時って、うん、なんか、どうしても苦手な先輩がいたんですけど、うん、もうこれしょっちゅう話してるんですけど、うん、で、苦手な先輩が、移動したと思って新しい先輩が来た。またその人が苦手になって、一応なんかその後になんか個性調べたら同じ個性だったんですよ。で、同じ個性だったんだけど、とかなんかこの個性と合わないのかなと思ってたけど、でも今その自分のこのなんていうんですか、ISD とかラジオとかで、ビジネスで一番一緒にお仕事してるのが、同じ、その、また違う、その苦手って言ってた人たちと同じ個性だったんです。そう。だからそれって結局私がその個性をちゃんと認識してなかったなって思って。そうそう。だから私が接し方を変えれば相手も、その、なんだろう、対応して、そう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 。そう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 っていうのを気づいて、だから私がもしかしたら相手にとって嫌なことをしてたんだろうなっていう。そう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 。っていうのに気づきました。そう。だから今、まあ、仕事結局同じ職場に、まあ、パートとして戻ったんですけど、うん、なんかすごい楽しいです。その、結果を得て。そうそうそう。なるほど。で、でもやっぱあるじゃないですか。なんか人間関係。かね、悩みの大半だったりとか、あ、そう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 、この人合わないとか、そう、うん、この合わないっていうのが多分その、なんだろう、自分と一緒って考えてるから多分合わない、うん、だから合わない、そう、だからそこの苦手な人のこの、うん、まあ、生年月日をちょろって伝えて調べれば、うん、なんかあ違うみたいな、うん、そう、なんかだからこのなんて言うんだろう、そう、私が、まあ、前言ったかもしれないですけど、三分類で言うと、うん、この、相手のことを思ってるからこそ、丁寧に接客したいって思ってる個性なんですけど、うん、じゃ、例えば、ハジチさんとか、この前出てくれた、イエス空間、キラノさんっていうのは、うん、長い話を聞くのが得意じゃないんですよ。そう。だから、その長い話を聞くのが得意じゃない人たちに、一生懸命、なんだろう、私が、自分の個性を、なんだ、出し切ったって、なんだろう、相手にとっては迷惑なんですよ。なんか、そう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 、なんかもう、大事なことは、もう、ピンポイントで話してほしい人に対して、一生懸命、その、接客をしても響かないから、うん、なんだろう、ビジネスで言うと売り上げにならない。うん、そう。だから、なんかこんなに丁寧に私は接客したのになんで響かないのよって思っても、うん、あっちはそもそもそういう感覚を持ってないから、うん、そう。だからそれが結局、なんだろう、友達とかになってくると、うん、なんかね、そう、そういうのでモヤモヤしたりっていうのが、うん、そう、あって、そうなんです。そう。だから、相手を変えようっていうよりは、うん、なんか自分を一回知った上で、うん、なんかその周りの人とかを見てった方が、うん、なんかより深く楽しめる、うん。そう、っていう感じで。そう、今インスタライブの方で、はい、お菓子ランドさんが、頑張ってありがとうございます。久しぶりな感じが。そうそうそう。ね、そうなんです。そうそうそう。そう、でも、お菓子ランドさんも、その、そう、なんか、まあ、マナミンさんと同じ、ね、そう、動物なんですけど、そうそう、まさかね。なんか、すごい、だから、めっちゃ、頑張ってるって言ったら、もう上からなんだけど、なんか、
すごいなと思って、そのエネルギーポイントの話もしたじゃないですか。そう、エネルギーポイントがすごい低い割には、なんか、朝4時から起きてケーキ作って、へぇーみたいな。そう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 。っていう。そう。これ、例えば同じコアラでも、やっぱ、部分によっては違うとかあるんですか？そうです。ですね。この、本質が実はこのコアラっていうコアラでも、なんかまた陰陽五行説でタイプが違かったりするんですよ。なんか、なんて言ったらいいかな。自分たちの言い方だったら、E プラスとか E マイナスとか言うんですけど、まあ、性質、山のコアラだったりとか、あと、ろうそくのコアラだったりとか。そうそう。っていうので、また、また若干違うんですよ。そうそうそう。そういうのもあって、だから結果が103万通り以上になるからこそ、そう、同じ人がなかなかいないし、でもなんかその個性で生活してきてるけど、結局環境が、またその人が育ってきた環境で性格が変わってくるから、なんか、なんていうかな、個性はなんか似てるけど、なんかそれで育ってきた性格っていうのがまた違う。そう。っていう感じです。そう、だから、なんていうかな、親がめっちゃポジティブなんだけど、自分の個性がめっちゃネガティブ思考だったら、もちろんその、ポジティブ思考にもなれる人もいるし、もうネガティブで生きたいのに、なんか親がすっごい、だから、もう生きづらい、無理って言って、殻に閉じこもる人もいるみたいな。そう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 。お、なんか待って。おかしランドさんがコメント来てる、はい。読みたい。よいしょ。おかしランドのお客様は結構喋りたがりなので、お互いに喋りまくって、いつも接客長くなりますね。そう、そうなんです。私もしょっちゅうおかしランドに最近足を運ぶんですけど、はい、気づいたら2、30分。めっちゃ喋ってると思って。でもなんか喋っちゃうみたいな、なんか空間な感じが一応しますよね。ああ、なんて言うんですか。わかる。なんかわかります。わかります、わかります。しかも、やっぱ、個人経営だからこそ、ゆったり空間っていう。あるのかな。そう。だから多分、それも、会うお客さんもいれば、会わないお客さんもいるっていう。そうそうそう。でも多分、ラジオやってる人は、おしゃべりが好きだから、多分みんな。実に喋った。そう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 。っていう感じですね。あ、はい、かっちゃんさん。あ、はい。はい。てんにんさん、まなみんさん、リスナーの皆さん、こんばんちょい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ねえ、コメント。はい。じゃあ、そろそろ一旦。あ、そうですね。中盤なので。はい。何鳴らせって言ったっけ？あ、思い出した。ミセスグリーンアップルのケセラセラ、ダンスホール。ダンスホール。ダンスホールでした。お願いします。はい、ちょうど、OK、そうなんですよね。これ FM ギノアのメンバーさんのやつあったら面白いなと思ったのに、もういいやギリギリだから。あ、でもなんかこの前これをスタッフの見てもらうのもいいねって話になったんですよ。おお。そうそうそう。なので。お願いするかもしれない。やった。でもそう、なんかこの接客業、特にお菓子ランドさんみたいな個人経営だと、そうやってやっぱ会う人と会わない人がいるじゃないですか。そう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 。なんか大変そうだなと思って、なんか私もなんか個人経営のこのお店とか憧れはあるんですけど、それを考えると、そう、でもなんか、自分が初めて、はい、なんだろう、ぶっちゃけた話で言うと、はい、不定休って書いてあるから、はい、なんか不定休って何みたいな。そう、なんかもう自分が開けたい時間に開けますって、はい、何みたいな。あ、なるほど。そうそうそう。え、どういうことみたいな。でもなんか個性見たら、あ、なるほど、みたいな。そうそうそう。ちゃんとプライベートと仕事は分けないと、そう、いけない。人だから、そうそう、なんか、あ、なるほどねってなる。そう、なんかやっぱ自分がこの会社員として働いてきたから、なんか8時から5時まできっちり働いて、週5回っていうのが当たり前の感覚だったから、その
なんだろう。そう、不定休ってどういうことみたいな。そんな自由なあれがあっていいのかみたいな。そう、っていうのがあったんですよ。そう。だから、ある程度、その、会社を辞めて、だから、はじちさんもそうだし、この、やしくか、きらなさんとか、なおさんとかもそうだけど、フリーランスで動いてる人見ると、ああ、すげえ。ね、すごいなと思う。そうそうそう。っていう感じ。じゃあ、そろそろちょっと曲を下げて、あれしましょうか。はい。じゃあ、はい。お届けした曲は、ミセスグリーンアップルさんのダンスホールでした。はい。もう残りわずかになっていますが。なんか久しぶりに一人語りしてると、やっぱな、楽しいけど緊張しますね。うん、これはでも基本、生年月日で。あ、そうです。わかる。生年月日だけで、まあわかります。そう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 。なんかこの、だから、よく、だから私がやってるのは、この、リズムももちろんそうなんですけど、なんかもし、最近あったのが、はい、あれだ、小林製薬の、はい、なんだっけ、なんか問題になったじゃないですか。紅工事の、あれの、この解雇ってなった時に、うん、なんだろうと思ってリズム調べてみたら、なんか、周りから過大な評価を受ける年ですって書かれてて、あ、なんか悪い方向に行っちゃったなみたいな。そうそう。結局過大な評価を受けちゃったじゃないですか。はい、そう、だからその、ま、問題が起こった時に、うん、ちゃんと、公表とかしてれば、ね、いい、ちょっといい感じで終わったはずなのに、隠しちゃったからこそ、うん、それが、なんだろう、悪い方向に走っちゃって、うん、っていう、そうそう。そう、っていうのって、やっぱリズムってすごいな、みたいな、うん。とか、あとは、最近あったのが、なんだったかな、19歳の、オリンピック選手が、はい、そうそう、の時が、なんかその、多分飲酒したのかな。で、オリンピック選手になる子だったのかな。そうそう。なんか、その人のリズムも、なんかその、脱皮する時期みたいな感じで書かれてて、だからそこに、なんか、いい感じに脱皮できたらよかったんだけど、悪い方向に脱皮しちゃったから、ああ、どうしよう、みたいな。そう。なんか難しいですよね。そう。いい方向に行くか、悪い方向に行くかって結構、そうそうそう。大きい分かれ道。そう。そうそうそう。でも結局、だからその、人って結局、なんか、行動しなかったら行動しなかった結果が出るし、行動したら行動した分の結果が出るから、なんか何かしら、この、なんだろう、結果って絶対に出るはずだから、この結果を出すんだったら、どうせだったらいい方向にね、行けるように、後押しできればなって思いながら、毎回、なんだろう、個人分析してるんですけど、そうせっかくだったらいい方向に行きたいですよね。そう、そう。でもなんかこのいい方向って私がいい方向って思ってても相手がいい方向じゃなかったら、そう、だから結局自分で決めた方がいいよねっていう、はい、そう、うん、けどそう、この ISD 個性心理学はもう生まれ持ってもう一生変わらないものを、その話してる、話すってなんだろう、コミュニケーション学問、うん、だから、そうそう、なんていうか、いろんな場面で使えるし、なんか迷ったらとりあえず指針として、うん、なんか神社に行くような感覚。うん、そうそう、神社に行ったらみんなおみくじ引くじゃないですか。はい、そう、なんか、どうせ当たらないって思ってんのに、なんか引きに行くじゃないですか。うん、私、そう、私、だから大吉出るまで何回も引いたの。そうそうそう。っていうのがあったので、そうそう。なので、なんかそういう感覚で、なんか受けに来てくれたらいいなって思います。うん、そう。そんなこんなで、そう、はい、先週も、アナウンスしたんですけど、はい、イベントが今月5回ぐらい出れることになってるので、はい、ね、なんか多いですよね。多いです。びっくりしました。そう、直近が9月1日の日曜日、11時から16時。うちどまり公民館でですね、うちどまりパラダイスっていう、イベント会社のあたいが風のテリアリエさんが主催してるか、うん、
なんですけど、はい、そこに出店します。で、その後、どこだったかな ?9 月14日だ。9月14日に、読谷村でうちのマルシェっていうのがあるんですけど、うん、そこに出たりもして、で、沖縄市にも出たり。いろんなとこ行くんですか?そう、なんか、来月めっちゃありがたいことに、そう、いろんなとこに行けるようになって、その14日に関しては本当は諦めようと思ってたんですよ。あの、バスがちょっと遠いから。うん、けど、なんかその、なんだろう、同じ狸の友達が、うん、乗せてくからいいよ、出ようよ、みたいな。あ、そういうこともあるんだ、みたいな。そうですね。なるほど。そういう、つながりで。そうです、そうです、そうです。なんかできることもある。そうそうそう。だからその、やっぱそれも、やっぱ私のことをいいって思ってて、信頼してるからこそそう言ってくれるんだなと思って。うん、そう。だから ISD で繋がったご縁ももちろんあるし、うん、ISD で行動しなかったら、うん、そのできなかったご縁。まあラジオももちろんそうなんですけど、うん、そうそうそうっていう。だから私はもともとラジオパーソナリティになりたいって思いながら行動してきたけど、多分 ISD をやってなかったらそれがうまくいかなかったなっていう考えになるから、なんかあの時に行動してよかったなっていう。結果的にこう巡り巡ってみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。っていう感じです。そう。ね、でも本当にわかんないですよね。その行動することが全部いいことって言わないし、かといって動かないのも。そう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 。もし動いてみて、なんか危ういって思ったら、聞き返せばいいだけだからっていう、うん、そう。そう。なんか自分もだからその、ラジオをやりたいってずっと思ってたけど、なんかコネがないとダメなのかなとか、やり方がわからなかったっていうのも多分一番多いんですけど。うん、そうそうそう。っていう感じで。お、待って。はい。コメント来てますか?はい。マネージャーつけたらいいんじゃないですか?マネージャーつけたら、なるほど。なるほど。でもそろそろなんかスポンサーの話出てきてるから、はい、あそうそう今頑張ってお願いしてるところなので、はい、そう、あ、いいですね、新しいスポンサー、新しい、なんでですか、このレベルじゃなくてステップみたいな、そうだから自分は今深夜枠でやってるけど、うん、もうちょっと慣れてきて、そうですね、うん、経済的に余裕があったらで、うん、ね、ぜひ生放送で行きたいなって思います。そうそう、はい、そうなんです。てか、いや、お菓子ランドさん、ちょっと。コメント来てます?そのマネージャーつけたらいいんじゃない?っていうのがお菓子ランドさん。そうそう、来てるから、スポンサーにならないかな。いかがでしょうか?絶対怒られる。そう、っていう感じですかね。そう。なんか、他には告知はありますか?告知は今のところは大丈夫。うん、これくらいです。ただ、来月めちゃくちゃ、出るので、ね、そっか、あれだ、ラジオのアカウントと ISD のアカウント違うんだ。はい、そうですね、うん。ISD のアカウントが、そうそう、ISD のアンダーバー、大きい、OKI で、アンダーバー、トニー、ローマ字でトニーって書いたらトニーってなります。うん、そう、そこで、ISD 個性心理学のイベント情報をたくさん載せているので、ぜひ、はい、見ていただければと思います。ラジオのアカウントだけじゃなくて、そうですね。ぜひ、ISD、個性心理学のアカウントもそうフォローしてもらって。そうですね。そう。なんか、ふと思ったのが、うん、ISD の方も本名で活動しようと思って。そうそう。ミキーって名前で活動しようと思って。はい、そしたら、その二面性出てくるなと思って。はい、ああ、二面性を出したいみたいな感じ。多分、そうそう。二面、まあ、どっちもどっちで一番取りたいみたいのはあるけど。そうそうそう。っていうので。そう。あ、ファンクラブ。ファンクラブつけたらいいんじゃないですか。ファンクラブを。わかりました。ちょっと考えてみます。なんかね、確かにでもそういうなんかちょっと会員制じゃないですけど。なあ。なんか。メルマガみたいなのがあったりするじゃないですか。つくつくみたいなやつですかね。そうですかね。確かに。でもなんかな、なんか自分に多分まだ OK が出せてない部分があって、なんかこんなやつにお金を払ってもらうの本当に申し訳ない。そう。っていう感じです。もうちょっとまだまだ、はい、様子見ながら。でもこれから徐々にパワーアップしていけたらいいなと思います。はい。ということで。あっという間に。早いかったですね、そう、もしよろしければ来週再来週のゲストを募集してるので、はい、出たい方連絡ください。
はい、ゲスト募集、はい、してます。ということで、この時間はタニーと、ミキサーのまなみでした。また来週。はい、ありがとうございます。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。かっちゃんさんも。